でやっていきたいと思うんですが、とりあえずちょっと波が結構高いので気がないようにやっていきたいと思います。では行きます。台風から変わった温帯低気圧が根室沖に合う中でのサーフィン、台風スレル的な大きなうねりもあり、波もパワーがあります。インサイドも惚れており、初心者サーファーにとっては厳しいコンディション、容赦なく次々と波が襲来してきます。どこでパドルしてアウトに出るかタイミングがなかなか取れず、押し寄せる波に苦戦しております。厳しいです。しかもでかい。なんとかインサイドで通風の波に乗れたものの、ロングダイを目指しアウトに向かうものも、この通り流されてなかなかアウトには出られません。結構しんどいです。おや、インサイドで盛り上がってきました。波に飲まれて弾かれてしまいました。それでもめげずに1時間程度やってみましたが、全く乗れず苦戦であります。そしてその結果、ちょっと場所を変えてもう一回ちょっとやってみたいと思います。早速ですがごめんなさい、結果的に自分のレベルに合わせて移動となってしまいました。今回はサイズも2段階下がり、波数も落ち着いてなんとか乗れそうです。そう波を待っているとわずか3分ほどで早速重程度の高さの波のトップに乗ることができました。けどセットが入るとご覧の通りでかい波、でかい波のクレーターとのスープの波でも乗ってしまいます。しかも結構長く乗ってます。柔道ほどのロングダイド、やだフロントサイドに積みました。大きな波でもタイミングを見つけて越えていき、今度は鉄道でかい波、さてどうなる。やはり無理でありました。序盤は良かったもののパドルの力不足でなかなか乗れず、前回から間が空いてしまった結果乗れないのも当然です。またもやスープですがフロントサイド狙いで乗ってしまいます。インサイドに向けて再びうねりが出たところで腕を受けてしまいました。そして1時間ほど帰り休憩へ。9月下旬ですが水温も適温です。今回も正解でした。本当にちょうどいい感覚でサイズアップ、あ、胸ぐらいさっきの時よりもやや下がったんですけども、いや高めの波なんですが、地形的にすごい不安の良い感じになってきましたので、ちょっとやりやすいです。そして9月でありながらも結構水温もあるそんなに痛くなって結構気持ちよかったです。そして3日目でありますが、15分ほどのリランド目へ。なかなか波に乗れず苦戦であります。序盤のように久々にトップで乗りたい、いや乗れない。そして豪快に弾かれる。
生活費についてサイズもアップ。あえて今日はここまで。しました。1ヶ月前の映像ですが、今期の夏シーズンも終盤へ。後半は忙しくてなかなか海に行けなかったが、そろそろ乗り納めです。今回撮影してくれた友人に感謝として、その後焼肉をご馳走しました。残り少ない今期のサーフシーズンですが、またよろしくです。